はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はこちらのねマーク2、この前あのタイミングベルトをね変えたマーク2になります。でまあその時にも言ってましたけど、今回の作業はねエアコンの操作パネル、これがねもうボタンを強く押さないと変わらないね、数字温度が変わらないとか風量が変わらないとかってね、場所によっては押しても反応しないっていうのもあります。でオーナーさん自体はねあのオートにしてもう22、3度ぐらいの状態で設定してずっと使ってたらしいんですよ。そしたらまあ夏でも冬でもまあ当たり障りがないぐらいの感じっていうところで言ってました。もうほんとねもう全然反応しなくて、あの昔のねファミコンのコントローラーみたいな、もうこれ分かる人は分かるじゃないかなって、まあ、そんなイメージですね。でまあ中古をね探したんですけど、解体屋経由ではもう物がないっていうところ、まあさいろんなとこ探せばもしかしたらあるかもしれないですね。でヤフオクとか見ればあるんですけど、まあ内容がねちょっと不透明なんで、まあそうしたらねっていうところですよね。でまあ新品でアッシーで出るのかなって思って調べたらね、アッシーじゃなくてバラで出るっていうところで、基板が部品で出るっていうところ、まあ、基板もね全然安いわけじゃないんですけど、まあ、とりあえず基板が出るんだったら基板変えれば直るかなっていうところですね。それではね作業の方やっていきますので、皆さんご視聴の方をお願いします。はい、じゃあねまずはちょっとこちらの操作盤を触ってみて、まあどんなものかっていうのをね見てもらいます。でねもうあの風量だったり温度だったりいろいろ触ってもね全く動かないと。で力いっぱいねもう本当に壊れるんじゃないかっていうぐらいの力を入れれば、まあ多少なりはね動いてくれるっていうところです。この前ねだからタイベル変えて、あの水をねあのエア抜きするときに暖房が出るかとかっていうのを確かめないといけなかったんで、こちらのね、まあ温度をね、22、3度だったかな、なってたんでね、まあ上げるときにね、苦労しましたね。だから力いっぱい押してなんとか上げたっていう形です。だからまあ本当ね、最初にも言いましたけど、オーナーさんが22、3度で、まあね、夏も冬も当たり障りなく使えるぐらいで使ってたっていうところです。もうイメージ的にはね、本当ファミコンのコントローラーが効かない状態に近いのかなっていうところですよね。まあこの辺はね、わかる人はわかるんじゃないかなと思います。でこちらね下側からこのねパネルを外してね、こちらのねネジを外してやったら、あとはもう引き抜けば抜けます。で裏のカプラーを外せばいいっていうところですね。で一番上のね小物入れの部分はスピーカーになってます。この車はね、あの当時ね、あの多分 5.1 のねチャンネルが流行った時とかに、まあそこの部分をね 5.1 のねあの出力で持ってきてたんじゃないかなって思うんですけどね。であとは裏についてるビスですね、こちらの方外していって、まあ本体をねバラしていくっていう流れになります。それではねちょっとこちらの作業をまあやりながら、まあサムさんがねちょっといろいろとちょっと喋っていくんで、まあ皆さんはラジオのような感覚で聞いてもらえればと思います。あのちょっとつい最近あった問い合わせなんですけど、タービンを持ち込みでね持って行ってつけてほしいっていう問い合わせがあったんですよね。でまずねそれ何なのかっていうのを聞いたらね、あのトラストのタービン、まあ要は社外タービンですね、あのまあ持ち込みでも過去にあったのは純正タービンのリビルトを持ち込みでっていうのはありましたけど、まさかチューニングするためのタービンを持ち込みでね言われるっていうのはもうなんか時代を感じましたね。こうこれも持ち込みで来る時代かみたいなで感じですけど、でまあちょっと話をしてたらね、あの純正タービンが壊れて、でそれで買ったっていう話だったらしいんですよ。で聞いてるとね、じゃあなんでじゃあ壊れたのか、車なんですかって聞いたら、まず ZC33 スイフト、現行のスイフトスポーツですね。でまあ年数的にはね4年落ちです。でそちらがね壊れるって言ったら壊れますみたいな話になりますよね。まあ変な乗り方したのかとかね、まあいろいろあるかもしれないです。で聞いてたら、オイル交換をね一度もしたことないっていうふうに言ってました。そしてね、あのオイルのね交換をね一度もしてないっていうのが、車を買って一度もしてなくて、で走行距離で言うとね、あのまあ今トータル5万キロぐらいで、3万キロぐらいの車を買って、まあ5万キロまで、まあ2万キロ無交換みたいな形だったらしいんですよね。でまあディーラーのね中古車を買ってるらしいんですよ。でディーラーの中古車を買ってて、あのまあ保証継続はしてるらしいんですけど、タービンの保証が効かなかったっていうふうには言ってました。それがね、例えばじゃあ年数的なもので効かないのか、ね、そのオイル管理が悪いからっていう理由でもうね、見てもらえなかったのかっていうのはね、わかんないんですけど、ただね、じゃあそのタービンを、じゃあね、まあ、そのまま組んだとしたら、まあ、当然原車合わせの必要なんかもありますけど、まずそれ以前にね、それだけオイル管理が悪いものにそのタービンをそのまま組んだらまた壊れますよっていう話をしたんですよね。で、まあ、そのディーラーでね、清掃の方はしたっていうふうに言ってました。じゃあ清掃って何ですかって、具体的に何をしたんですかって言ったら分かりませんっていう回答だったんですよね。
だからまあ仮に戦争って言っても簡単に考えるとすればもうフラッシングですよね。押してまあそれで終わったっていうところじゃないのかなっていう気はするんですけど、まあ実際ね2万キロ無効管とかってなるとおそらくね状態はかなり悪いんじゃないかなと思います。だから例えばね、まあエンジンのキャップを外して中が見える車であればその中がね金属が露出してる状態なのか、あのねスラッチとかみたいなカスがいっぱいついてる状態なのかっていうのが気になりますよね。でまあ遅効性のねフラッシング剤とかを入れてねちょっと溶かした方がいいですよって言ったら、あやってますみたいな感じで言ってたんですけど、これもねあの実際やってじゃあすぐ溶けるかって言ったら溶けないし、多分長い距離をかけてね少しずつ取っていくしかないんじゃないかなって思うんですよね。でもそれでもね取れない分は取れないですからね。ですんでまあ今回はねうちとしてはもう作業的なものはね今断ったっていう形ですけど、まあねそのやっぱり壊れるリスクっていうのが気になりますよね。やっぱりおそらくねオイルラインとかもね詰まってるかもしれないですよね。だからまあねスポーツカーね好きなんですかって聞いたら好きですって言ってたのにねオイル交換2万キロもしないっていうのがちょっとねショッキングな出来事でね、でまたタービンをねこう買っちゃうっていうのがすごいですよね。なんかイメージ的にはねチューニングとかに関してはやっぱりお店と相談して、じゃあどこのタービンをつけてどこのコンピューターを使ってとか、まあ燃料が足りるのか足りないのかとかね、そういう話を大体詰めていってするっていうのがチューニングのイメージなんですけど、もうモノタービンだけ用意してるっていうのがみたいな感じですよね。またそういうのをね持ち込みでするとじゃあ何かあった時にねまた全てのね置いて費用がオーナーさんもねまた再脱着とかってなるとねかかるというところもありますし、まあ今回の内容でいくとあまりにもねリスキーすぎるんでね、まあうちとしてはねもうお断りさせていただきますっていう形で、まあ、断ったんですけどね、まあその後どうなっていくのかっていうのはねわかんないですけど、だから違うところにね言う時ももう多分そのね一回オイル変えてなくてタービンが壊れたっていうのは言った方がトラブル防止のためにもなりますよっていう話をしましたけどね、っていうことがありました。とりあえずでまあそうこうしているうちにねこちらの方が組み上がりましたね。で先ほど基板にあの配線が1個にょきって出てたと思うんですよ。でこっちのもともとついてた基板にはね配線がなかったんですけど、この配線はねあのスイングっていうのがあるんですよね。マーク2のグレードにもよるんですけどスイング配線ですね。エアコンの吹き出し口が首を振るっていうやつです。でそのスイングの配線なんでこの車はついてないからもう配線はもうそのまま外しました。必要ないからですね。であとはそのまま組んでいくっていう流れです。いやしかしねやっぱりこんなね風にね単品で基板が出るっていうのはびっくりしましたね。であとこちらの方をね組んでいって組み付けたらねまあ完了ですね。で今ねこうもう組み付けてますけど、一回パネルに組んで最終的につける前に一回エアコンの単品の状態でねあの車に必ずつけて試運転をしてくださいね。動く動かないとかね、実際ね動画には撮ってないですけど動く確認はしてます。まあこういうね古くなってもねまだまだこういう風に部品が出るっていうのはね本当ありがたいですね。メーカーによってはねこうモネシュ的に古くなったらねパッと打ち切っちゃうっていうのもあるでしょうからね。であとこちらのスピーカーの方ですね、もうこれも今生きてるのか死んでるのかもちょっとよくわかんない状態のパーツですけどね、まあ、とりあえずはね元通りに組んでおきます。まあ、マニアな人だったら、まあ、あの、後ろに転がってる基板の状態でね、必要なものを取り寄せて交換とかっていうのをね、するんじゃないのかなっていう気もするんですけど、ただね、じゃあ、ボタン単品がね、よく使うとこは効かなくなるならなんとなくわかるんですけど、全体的に効かないんで、何か違うのが原因なのかなっていうところも思うんですけどね、まあ実際はどうなんでしょうかね。で、まあとりあえず組み付けが終わりましたね、これで。で組み付けた感じがこんな感じです。まあこういう風にねなってしっかりと復活しましたね。で外した基板がこんな感じですね。見た目はね綺麗なんで使えそうな感じですけどね。であと車の方に取り付けて今から動かしますけども、軽い力でトン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 ってやるだけでねしっかりと動きます。まあ、これでねまあ寒い時はねあったかくして、暑い時はね寒くできますね、これで。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらのマーク2のエアコンのね操作パネルのまあ修理でした。まあ修理って言っても入れ替えるだけですけどね。まあとりあえずね交換したらバッチリ効くようになりましたね。あの昔のファミコンコントローラーからあの普通に動くコントローラーに変わったみたいなね、もう軽い力でポンポンポンって押すだけでも変わりますね。でもこの辺もね20年落ちてるんで、21年落ちなんでね、もうほんと部品がねいつ出なくなるかもわかんないんで、やっぱりこういう車乗られてる方はねまあ部品が出るうちにあのメンテナンスをした方がいいですね。
もう特にエアコンの操作パネルとか、まあ、そういう、ね、どうにもならないようなの、例えば外装なんかで言えば最悪社外品組むっていう手もありますけど、ね、中の電子部品とかは本当部品出なくなったらね、後々困るんじゃないかなっていう部分なんで、まあ、出るうちにね取っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、しっかりとね交換したらしっかり直ったんで、まあ、バッチリじゃないかなって思いますね。まあ、あとはねちょこちょこまだ悪いとこがあるんで、また登場する機会があるかもしれないですね。まあ、今回はねこちらのエアコンの、まあ、操作基板ですねを交換しました。まあ、マニアックな人だったらね中のね部分の本当に悪いボタンの部分だけを直したりとかする人もいるかもしれないですね。それではねまた次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。